願い、ゆきメロディ。どうも、ゆきメロディこと加藤ゆきです。今日は地雷系大学生である私の朝をお届けしたいと思います。それではやっていきましょう。まず私の朝はアラームを10回ほどブチ切れながら止めることから始まります。私は本当にこれぐらいかけないと起きないんですよ。でもなんかよく家族の方が起きちゃって私にブチ切れて、そのブチ切れで私は起きることが多いです。この動画を作るにあたって他のキラキラ大学生さんの動画を見たんですけど、みんななんか5時6時7時あたりから活動しててびっくりしました。私みたいになんか12時から活動しますみたいな人がいなくてちょっと恥ずかしかったので、今日は9時に起きることにしました。見え張ってます。一つこの動画を見るにあたっての注意点なんですけど、多分みんなはなんかキラキラな大学生の朝を期待してると思うんですけど、この動画では私がなんかスムージーを食べたり朝とかヨガをしだしたりとか、そういうことが一切なく、ただひたすら眠くて元気がないだけなので、ど底辺なのでそこはご了承ください。あー、やっと自分起きてる。そう、この通りね、本当に寝起きが悪いの。なんか高校時代とかも友達が授業中寝てると起こしてくれたんだけど、その度に私がなんか不機嫌だったり、なんか睨みつけたりとかしてたから、なんか起こさなければよかったというクレームがね、多数届いていて、私が起きるとみんなも不幸になるっていうね。おはようございます。まず、ベッドメイキングと枕の周りの髪の毛を取って、ゴミ箱に捨てて、起きたら、でこいつらは意地でも綺麗に並べます。そう、よく朝はこいつをシャカシャカ振って、かわいいなと思って元気を出して起きます。なんとか9時15に起きる予定だったんですけど、まあ私が起きてくれなかったので10時ですね。まあ時計は全く関係ないです。我が家は母が推してる酸性水で顔洗わないとちょっとバイ菌扱いされます。これは目に水を入れてもう目を起こそうとしてる運動です。顔はタオルじゃなくティッシュで拭いてます。手を洗ってコンタクトをつけてメイク道具を棚から取り出して、でメイクを始めていきます。最近はね、夏だからこの皮脂テカリ防止に移行した。前までは日焼け止めを使ってたんだけど、やっぱりなんかベトベトする季節だから皮脂テカリ防止にした。やばい、保湿し忘れた。なんかやっぱ毎日ルーティーンじゃないことを動画でやろうとするとやっぱ忘れちゃうわ。やばい、こいつ保湿しないのって怒られそうだから、あれ、余裕がある日はやってるんですけど、見て、このなんかお母さんのエステサロンで売ってるやつ、なんか見て、なんか犬みたいじゃない。なんかこの人さ、なんかさ、床に物を置くなっていうくせにさ、じゃあこれはどうなんですかみたいな、こんな、なんだろう、この中にガスが入っていて、よくわかんないんだけど、なんか危険兵器みたいですけど、これは、化粧水です。これはうちの化粧水です。で、化粧水がこうやってやってガスがオープンして、これ結構強いし怖い。こうやってで、剥げるから頭皮にもつけておこう。形程度の保湿が終わりました。乳液はなんかベトベトするから塗らない。まあこういうのがダメなんだろうな。めっちゃ眠い、めっちゃ眠い。なんでこんな起きるって暴力なんだろうって思ってます。夜になるとさ、めちゃくちゃなんか YouTube 頑張ろうとかいろんなことを思うのに、もう朝になった途端に、ああもうなんか気力状態とかに陥るから、なんかもう寝る前さ、なんか今こんなにモチベ高いのになって思いながら、あ、なんかもう一生朝なんて来なければいいのにって思ってる。標的多分夜型です。はぁ、あ、昼夜逆転直そうとさしてるんですけど、よくないのがね、多分ね、寝る前に LINE を返す癖があるんですけど、そうするとさ、なんかなぜか私の友達ルイは友を呼ぶなのか知らないけどさ、深夜3時とか4時に返すとめちゃくちゃなんか話が盛り上がるのね。でマジで昨日なんて、深夜2時に LINE 返したら、なんかもうグループチャットの人のなんか4人のうち3人が起きてて、でそのうちの1人が電話を始め出して、気づいたら6時とかになってて、あ、寝るって言ったら
時にあのストーリーをあの同じサークルの子でストーリーをなんか朝方の子が上げてたんですね。だからなんかこの子呼ぼうぜってなって、えそうでその子を朝からなんかその電話に招待して、そうなぜかもう4人で通話してたら4人で通話してたらもうグルッチャにいたもう一人の子も参加してきて、なんか大学生5人で朝から電話するって何、楽しかったけど、なんか朝起きたらなんかオールのような疲労感に襲われて、なんか生姜焼きをあのお昼に2枚食べたんですけど、まあ、それでなんか ぶっつかれちゃって、あの午後の3時まで寝てました。だからその日えマジでなんかすごいやる気が出なくて9時間寝てた。なのに私の友達はなんか3時間睡眠で元気に生きてて、スーツ着て就活してて、あなんかもう本当に自分ってダメだなと思って今に至る。体力欲しい。私の注意逆転を直すには多分周りの友達も一緒に変わってもらわないと無理ですね。で前髪がめちゃくちゃなんかもう汗とか皮脂とかでベトベトなんですけど、今日はあの前回の動画とは紹介してたのとは違うこれを塗ってあの直していきたいと思います。でメイクと着替えと髪のセットが終わりました。やばい、普通にチコ関係チコ関係で、今日の服は、これはハニーシナモンで買った服です。やばい、絶対今日ねこれから友達とお昼に油そば食べるんだけど、絶対この服じゃない。でも私は今日これを着たかったからこれを着る。でボピオスクで準備していきたいと思います。ではまず、日焼け止めを塗ります。いつもは学校は、これかこれで行ってんだけど、ちょっと今日はこっちにします。今日はちょっとなんか課題とかあるので、いつも偉いですね、パソコン持ってきます。でアクセサリーを選びます。っていうかこれしかないけど、でいつもはなんか朝ごはんにあのフルーツを食べてるんですけど、さっきお腹が空きすぎて食べちゃいました。あと水もう一杯起きちゃったんで飲みます。でクローゼットの中から靴を選びたいと思います。じゃあ今日はこれにしよう。大学の日常編は次の投稿でするので、チャンネル登録して待っててください。それでは行ってきます。バイバーイ。